UFO の言いたい放題。仏教の最初にすべきことは？こんにちは。岐阜県鏡ヶ原市の高野山真言宗高家寺の住職、ハンドルネーム UFO です。よく仏教の最初にすべきことは何ですか？って尋ねられることがあるんですよ。で、まあ私は、高野山真言宗の人間です。まあ、宗派によってね、いろんな答えはあると思うんですけども、私は高野山真言宗の人間ですから、あえて言うと、まあ、あなたの本尊を探されてはどうでしょうか、と答えるようにしています。まあ、仏様には、まあ、本尊になるね、仏様にはいろいろありますけども、大きく分けると4種類。如来様、菩薩様、明王様、天部の神様。まあ、如来様は悟りを開かれて、ご自身のお浄土をお持ちの方で、禅定に入っておられます。まあ、それが基本ですから、御自ら動かれることはほとんどありませんけれども、まあ、コンピューターで言うところの OS と言ってもいいのかもしれませんね。ですから、根本的な根っこの部分、そこの変化というのは、非常にこの如来様が関わってくる問題です。その分、時間がね、かかるんですよ。ですから、自分たちが願ったことがすぐ叶うかっていうと、如来様はそういう動きはしません。でも、根本的なところから大きく大きく変化をもたらしてくれるのが如来様です。まあ、具体的な仏様で言うと、あらゆる仏の総体であります、大日如来。医師菩提心の圧縮如来。大慈悲の阿弥陀如来。国家鎮護。医薬の薬師如来。そして、大気説法、仏教の開祖、釈迦如来。まあそういう方々がおられます。菩薩様は、悟りを道を歩まれている方。まあ私たち修行と共に歩まれている方ですよね。で、悟っているけれども、この地上に留まれている非常にレベルの高い菩薩様も、如来様なんですよね、ほとんどね。そういう菩薩様もおられれば、悟りの海の中に入ってるということ自体を実感していない、まあ私たち修行も、でもそれでも仏の道を歩んでおれば、もうすでに菩薩なんですよ。菩薩とはね、ボーディサットバ、悟りの存在っていう意味なんですね。この如来様ほど、この根っこの部分ではありませんが、まあ素早さもかなりあるのが、この菩薩様と言えます。まあ具体的な仏様、菩薩様と言いますとね、大菩提心不退転の普賢菩薩、導き手知恵の文殊師利菩薩、ありとあらゆるものを見て、聞いて、そして自らを変化して助けてくださる聖観音様、そしてその聖観音様を元として、変化していく千住十一面如意輪順で不空見尺白衛などの諸々の観音様、まあ、大宇宙の天の虚空蔵菩薩様、大地の地蔵菩薩様、まあ、そういう方々がおられますよね。まあ、強情な信心をかなり強力に導いてくださるというのが明王様です。襲い来る煩悩から強く強く守ってくださる存在でもあります。菩薩様やね、如来様に比べてとても早く動いてくださる仏様でもあります。まあ具体的には、知恵の剣と慈悲の剣策を持つ不動明王、神さえも重複する豪山世明王、死を超越する大徳明王、愛欲の消化の愛禅明王、毒変じて薬とする孔雀明王、名前は菩薩ですけれども、明王である馬のごとき力を有する馬頭観音。まあそんな方々がおられます。そして4番目の天部の神。天部の神、これはね、寿命があって六道輪廻の中の存在。輪廻している存在です。まあ人よりもかなり強い能力を持っておられますけれども、煩悩を持つ人間に最も近い存在ですので、まあだからこそ逆にね、とても親しみやすい存在です。ただ、この天部の神様気をつけなくてはならないのは、神はね、必ずしも慈悲があるわけではないっていうことなんですよ。時には取引が必要になってしまったり、
まあ、ここは如来や菩薩や明王様とは異なっているところですよね。まあ、そうしたこともあって、私は最初のこの自分の本尊様は、まあ、天部の神様以外をっていうことが多いです。まあ、あえて言うならば、梵天さんや毘沙門さんあたりはいいのかもしれませんけれどもね。天部の神様、具体的には天地の創造神。まあ、お釈迦様に説法を促した慈悲の梵天。まあ、天帝と言うべき、まあ、世界を司る太釈天。太釈天の右腕であって、商売繁盛から戦闘、辛抱、学問、何でもござれの毘沙門天。学問芸術の弁財天。美と財宝の吉祥天。死と戦闘と食事を司る大黒天などがおられます。まあ、人それぞれに縁がありますので、一概にどの方がいいというのは言えません。まあ、中には一つの仏さんしか扱わない宗派もありますけれども、人の顔がね、それぞれいろいろあるように、いろんな仏様の中から自分の仏様を選ぶ。その仏様を選んでいく過程もまたその人にとってとても大事になってくるんです。また、如来がですね、レベルが高くて、明王が低いというわけではないんですよ。不動明王は大日如来が変化したお姿です。また、この大日如来はね、すべてなんですけれども、その光がですね、すべての色を重ねて真っ白になります。でも、あまりにも万能すぎて、もう掴むことがとても難しい。それがね、大日如来なんですよ。だからいろいろな仏様、自分にとって縁のある掴みやすい、そういう仏様が他におられるはずなんですね。やはり特徴があった方がいいかなと私は思っています。一番わかりやすい選び方は実際に仏像や仏画を見て、なんとなくこの仏様に惹かれるな、縁があるなと感じられる方、それを選ばれるのが良いかと思います。ただし、強烈な好き嫌いで選ぶと、時にはそれが逆転することがありますから、それだけね、道が逸れてしまう可能性があるので、気をつけてくださいね。もちろん、ネットや写真集などの写真などを使って、こう探されるのもいいです。まあ実際はね、自分の目で見てみるのが一番いいんですけれどもね。そして、一通り決まったら、できれば、真言宗や天台宗のお坊さんに尋ねていただいて、それを確定していただくことも、まあ、よりはっきりした本尊が決まるんじゃないのかなと思います。仏門入門の第一歩、まずはあなたの本尊がどなたなのか、それを探してみてはいかがでしょうか。ちなみに、高家寺では、毎月21日10時から、守護尊カードというのをお配りしておりますし、2月に行われます節分祭では、今年1年のあなたの本尊という形で、私がその方その方を見ながら、その本尊のカードをお配りしております。その本尊の数は108体、1年間であります。毎月9体ありますのでね、その中で選んでいけますから、そうしたこともご利用いただければ何よりかなと思います。仏教入門の第一歩、あなたの本尊はどなたですか？でした。ありがとうございます。